ハウディ、ジェスターセラです。ディズニー飯ということで今日は、牛カルビコーンをね食べようかなと思いますよ。それと一緒に、ディーズデイライトシリーズ、これなんだっけ何でしたっけそれ何だバニラチョコクランチ、チョコクランチとのコラボドリンクなんだよねこれね。まず先にこちらのチョコクランチのコラボドリンクの方をいただいてみましょう。いただきます。コーヒーゼリー、そうだね、コーヒーゼリーだね。あ、すごい、コーヒーゼリーの中にガリガリっとチョコクランチ入ってる。入ってますよ、甘すぎないね、全然甘すぎない。見た目から超甘そうに見えるんだけど全然甘すぎないね。これかき混ぜてくださいっていうことなんですけど、そう、かき混ぜて混ぜ合わせたら変わるのかな、多少。はい、じゃあある程度混ぜ込んでみましたけども、バニラスムージー&コーヒーゼリー。ああ、バニラスムージー&コーヒーゼリーね。チョコレートクランチ。うん、混ぜ込んだら多少甘みが出てきた感じかな。よく混ぜる、本当によく混ぜる必要があるっぽいですね。はい、でだ。これよ、これ牛カルビコーン、ね、いただいてみましょう。フォークでいただかないと大変なことになるのかな。すでにだいぶ垂れそうですけど垂れそうだけど微妙に垂れないね、これね。で固めてる感じが、クリーム的なのは固めですね。でライス、サフランライスかなこれな。まあ、いただいてみましょう。いただきます。はいはいはい、なるほど、ピラフ的な味わいがします。ピラフ的な味わい、お、なんだろうこのパリパリは。最初のパリパリなんですかね。なんだろうね、上にかかってたパリパリ的なやつは。あられか。あられの可能性が高い、ね。特に、変な味はしない、邪魔はしないね。これしっかりご飯が。しっかりご飯が。デザートとかそんな感じじゃないです。あ、で、はいはいはい、これも慎重にいかないとこぼれそうだけど、牛カルビでいきました。ようやく。もう早くそれで食べるっていう青みが入るので、ワッフルが柔らかいっすね。柔らかめ、そうね、で、うまいね、はい、牛カルビに到達すると相当うまい。システム上しょうがないけどさ、これ正しいやり方は皿を1個用意して書き出して食うのが正解なんじゃねえかなって気がするよな。最初にある程度こうサフランライス食わされちゃうからさ、そうですね、その後にこの牛カルビ来るでしょ。はい、なんか食べる順番のバランス違うんじゃねえかなっていう気が。そうっすね、もっともっとこっちが乗ってるわけですから、いわゆる、牛丼は。そうそうそう、牛丼的な食べる順番を考えると逆じゃねえっていう感じがする。ワッフルコーンはちゃんとワッフルコーンなんだな。若干の甘みが、なんかシーフードとかでもできそうですよね。そうだね。
まあいろ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 改善点問題点はありそうな気がするけど、まずいものではないね。まずくはないですよ、うん。まあまあまあ。散々皆さんね、もう食べこの動画公開されてる頃には散々皆さん食べてるでしょうけど、うん、美味しいございました。美味しいです。はい、牛カルビも美味しいございました。とりあえずこんなもんかな。そうですね。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ジェスターさんでした。何気にカメラの向こうにはもう一人誰かがいたんだぜっていうことで、はい、じゃあさよなら。